どうも、ヤズです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけれども、お相手初段の方ですね、腰掛け銀がお得意な方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、楽しくですね、やっていければもうそれで OK と、そういうテンションでございますね。楽しいのが一番。将棋は楽しくやるのが一番。さあ、さあ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 、本当にね、最近は名人戦の真っただ中という感じですね。今これを収録している、当日、の次の翌日か、あのね、藤井聡太、竜王が、六冠がね、なんでしょうね。下馬評通りと言いますか、そう、渡辺名人を、下してましてですね、名人戦の一戦目を取っていると、渡辺名人にはですね、どうにかですね、巻き返しを図っていただきたいなというふうに思っている今日この頃でございますけども、さあ、これでですね、私はですね、渡辺名人のことが、人格も含めてすごく好きなので、なんとか頑張ってほしいなというふうに思っているんですけれども、藤井さんの、強さたるやっていう、ね、もう私が言うまでもない、ことでございますよ。さあ、それで、そんなことは言ってる暇なくってですね、まずこっちの、この将棋どうしていきましょうかっていう問題なんですけど、さあ、これで、馬切っていって、で、これでなんとなくちょっと相手陣形に、あやをつけていくっていうことを今ちょっと考えているんですが、ただこれ引かざるを得ないという、状況で、で、これで一回ここに銀打っていって、ここに歩打っていって、飛車どっか行ってもらいましょうと、なんとなく位を取るイメージっていう感じですかね。位を取るイメージでやっていこうと思うんですが、これで銀上がっていって、今度棒銀ですね。狙いとしては。狙いとしては棒銀なんだけど、相手が手持ちの歩がね、あんまりないんで、さあ、これで、これは一回歩ついていきましょう。この桂馬をね、ゲットしていけばいいことがあるんじゃないのみたいな。桂馬取ったらここに桂打ちできるからね。さあ、それで、桂馬跳ねてくるのかどうなのか。桂馬跳ねてきて、これ銀で取れるんだったら、ここが手厚くなるんで、ちょっと嬉しいっていう感じですかね。はい。これで、銀で取っていけば、そこの角はちょっとわかんないっす。マジでわかんないっす、そこの角は。何言ってんのか全然わかんない。これで、飛車走れるし、悪いことないでしょう。詰めろですよ。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。初段の方ですね、攻める山となでしこ、山口恵理子さんの、女流二段の、山口恵理子さんのですね、アバターですね。というわけで、今日も楽しく将棋ウォーズ実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、マジで、カミで、カミだけど、別にカミなのと将棋って関係ないよねっていう。でも実況は関係あるよねみたいな。頑張ってやっていこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いします。さあ、今日もですね、ちょっと、軽く、ひねり潰していこうと思うんですけれども、お相手を。ちょっとですね、狙っていきたいのは、この威力がこのまま威力のままでいてくれるんだったら、歩をついていって、角交換じゃないですね、歩交換した後に角を引いて飛車に当てるっていう、必殺の手筋が決まるので、威力のままでいてほしいなっていうのはこっちの希望なんですけど、威力のままでいってくれっていう、動かないでくれっていうのがこっちの希望だったんですが、ちょっと残念ながら飛車先のね、ここのね、これがちょっと死んでしまいましたので、ちょっと残念ながら。さあ、これどうするかな。これ銀捨てるっていう手もあるんですよね。ただそれはちょっと露骨すぎるかもしれないので、成立しない可能性はあります。はい。ちょっとこれ銀捨ててみますか。銀捨ててみましょう。銀捨ててみて、
ちょっと様子を見てみましょう。はい、これでこの付属がぶっ刺さるはずなんですよね。で、これ引いていって飛車に当たるんで、まあまあ、銀打ってくるないなんないとかしないといけないんですけど、ここに垂らしの歩ができるんで、それでこっちが、まあ、銀を持っていかれてる分、ちょっと優勢とは言い切れない部分があるかもしれませんが、ただ時間はね、時間はめちゃくちゃ勝ってるっていう、垂らしの歩ができるっていうのと、この飛車に当たってるっていうので、まあ、今の銀捨てっていうのは、この手筋を狙った、手だったという、ことですね。これで、歩垂らしておいて、まあ、これでどうかなっていう感じ。もう角ぶった切って言ってもいいくらいだけどね。これでと金作っておいて。さあ、これは、さすがに一回、角で来るんだ。角で来るのに対して、まあ、引くしかないでしょ、でも一回ね。これ、引くしかないと思いますので、この叩きの歩もね、そこまで意味をなさないし、この銀のぶった切りもね、さすがにやりすぎでしょみたいな感じだと思うので、さあ、さあ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 、これで、小回り的には、もう、間もなく駒得、目前みたいな感じになってくると思うんですけど、これは、こっちの金取っておきますか、の方が美味しい気がする。さあ、さあこれで一回引いておいて、これで銀取られちゃうのか、そっかそっか。それでまあいいかどうかって言われるとちょっとわかんないっていう感じなんですね。まあ感じなんでしょうけど、まあ一回ここに角打って馬作りましょうかっていう感じですかね。王手しておいて、まあこれでもうなんだろう、時間的にもちょっとこっちまだ2分残ってるっていうね、2分残して勝てるっていうのは、まあ、まだ勝ってるわけじゃないですけど、でかいっすね。これで銀取りに当てておき、まあ、銀が逃げたら桂馬取りますよっていう話になりますので、まあ、これで、まあ、これ飛車もういらないか。飛車捨てていって、飛車捨てていっちゃいまして、で、馬で桂馬取っていって、まあ、この辺は、はい、がっつり守っていってですね。これただですもんね。今のね、この金。この金ただだったんで、完全に今のが決め手になりましたね。相手もちょっと痺れてる感じになってしまったので、これで勝ちだと思います。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノに、もたれて歌ったね。知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。